皆さんこんにちは、ゆめみんです。いた、いた、挨拶挨拶、いたんです。いたんですよ。今日はですね、今夕方なんですけれども、お見せするのが恥ずかしいぐらい汚いんですけれども、だいたいね、撮影の時はいつも綺麗にしてから撮影してるんですけど、今の夕方、もうね、いろいろもう出し尽くした、遊び尽くした状態がこんな感じに毎回なります。うわ、ミニーちゃんだね。こんぐらい汚くなる、まあ、割と毎日こういう感じにはなるんですけれども、ちょっとね、ここをね、また改築したいなと思います。おもちゃとかをね、しまう場所みたいなのがね、あった方が、子供たちも綺麗にここに片付けるみたいな、一応あるんですけどね。おもちゃしまう場所あるんですけど、なんかもっとそれを分かりやすくして、まとめようかなと思ったので、こちらのリビングを模様替えしたいと思います。この椅子とかもね、昔授乳用に買った椅子なんですけれども、このサイズとかだともうすっごいこうやって乗れちゃうんですよ。で、これに乗ってこう高いところに物を取ったりとかするのも危ないので、配置とかはね、もう本当にすごくね、大事になってくると思います。もうこれぐらいのね、月齢になってくるとなんですけど、このベビーサークルとテレビなんですけど、ベビーサークルね、囲ってるんですが、子供たちはね、ここにこう、捕まって、こう、よだれかかりながらこうテレビを見るっていうことになっちゃうんですけど、ちょっとテレビから近いかなっていうのと、ちょっと見上げる姿勢が良くないかなってすごい気になってて、ここもね、すっきり改善をしたいなと思っております。配置替えはね、毎回ね、格闘なんですよ。いつね、この子たちが侵入するか破壊するかわからないので、慎重になりながらね、やっていきたいなと思います。夕方なので、あんまりね、時間もないんですけど、サクサクできるように旦那とも協力しながらやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、じゃあまずね、お片付けをやりたいと思います。とりあえずまず綺麗にする。行きます。はい、頑張るぞ。あ、もうすごい積み木が。この椅子ね、これ椅子とか開けていい？一緒にお片付けしよう。そうです、上手じゃないですか。はい、できたね。お片付けできました。うわっ、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 掃除が終わりました。この後マットの位置をね、変えなくちゃいけないので、せっかくならもうマット一回全部剥がして掃除をします。もうね、徹底的にね、乗ってるものは全部撤収します。頑張るぞ。はい、あなたたち、そこはいじらない方がいいって分かってるよね。一旦大方片付けしたので、マットを剥がしていきたいと思います。掃除機をかけるよ。けっ、わー、はい、マットもね、撤廃して一回超綺麗に掃除をしました。マットからかな、まずは。はい、やろう。一緒に掃除してくれんの。はい、ありがとうね。ありがとうね。よっしゃ。うちの
フロアクッションの配置替えが終わりました。もうこれだけ結構ジーハージーハー言ってるんですけど、これからね本番なのでこちらを組み立てたいと思います。ホリこちらです。おもちゃの中をテレビ台です。アマゾンプライムで買いました。組み立てていきたいと思います。でね、このね棚をね作っていきたいなと思います。チューたちにはね大好きなミッキーを見せてもらおうかなと思います。作るのねめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、 DIY が得意な旦那がいるしね、頑張ろう。はい、はい、頑張ります。完成しました。本棚です。大変だったまあね、ここに本を入れたいとか、あとねここにねカゴがあるので、ここにねおもちゃを入れたいとか、あとこの下もねワゴンが動くようになってるので、ストッパーもねついてるので、この中にもおもちゃが入れられるっていう感じですね。いやー2時間ぐらいかかったかな。これをね一番奥のリビングのところに配置していきたいなと思います。じゃあ次ねこちらのテレビスタンドをつけていきたいと思います。これもね組み立てる感じなので頑張ります。できました。次の日なんですけれども、夜までかかってやってたので次の日になりました。見てください、こちらの本棚すごくねいい感じにフィットしております。でね、ここにまあ一応本とかを入れられるような感じで、ここにはおもちゃを入れられる。そしてこれ、テレビ台も新しくしました。もうテレビ台っていうかテレビスタンドみたいな感じですね。あとね、これもちょっとこうついでる機能もついております。まあね、ちょっと使ってみてだよね。一応ねかなり重いものになってるので倒したりとかはしないと思うんですけど、こういうことが起きるもしかしたらね違うのにするかもしれない。今までこうベビーサークルにこうもたれかかってみるっていうのがちょっとあんまり良くなかったかなと思ったので、これからはねこうちょっと離れて見るようにしようねっていうこう声掛けをして、テレビを見るときはねそういうやり方をしたいなと思います。なかなかね大変だったんですけれども、ちょっとねこれからねこのリビング兼スタジオみたいなところをねいろいろとね変えていきたいなと思っております。来年だったらまた全然違う形になったりとか、その時のね成長の具合に応じていろいろとねお家をね変えていきたいなと思います。じゃあね今回は頑張りました。2日いたけどねやってよかったなと思います。じゃあ新しくなったねスタジオ背景とともにエンディングでさよならしようと思います。こちらです。おー雰囲気変わったじゃん。それではこの動画をぜひグッドボタンチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。座ってはいられないっていうねあなたたちそこはいじらない方がいいって分かってるよね。いったんいったんこちらさまいったんいったんいったんちょっとその顔はやめなさい。